つもご視聴いただきありがとうございます。キャンピングカーを購入して10ヶ月が経過し、いろいろな場所を旅する機会が増えましたが、行く先々で他のキャンピングカーとすれ違うたびに、皆さんが笑顔で手を振ってくださることを数多く経験しました。最初は戸惑いましたが、キャンピングカー所有者の皆さんは非常にフレンドリーで、手を振られるとこちらも非常に嬉しくなるので、今では我が家も率先して手を振るようにしています。そんな経験をしていく中で、どんな人たちがキャンピングカーに乗っているのかなと前々から興味を抱いていましたが、今回キャンピングカー白書2022が発行されたことで、雑誌やネット記事にてキャンピングカー所有者の情報が掲載されていましたので、今回動画にしてみました。最後までご視聴いただければ嬉しいです。近年注目度が高まっているキャンピングカーですが、国内のキャンピングカー業界をまとめる日本 RV 協会が7月に発表したキャンピングカー白書2022を参考に、その人気を支えているのはどんな人なのかを紹介します。まずユーザーの年齢層ですが、60歳代が全体の 41.9% を占め、最も多い世代となっています。続いて多いのが50歳代の 33.1%、 40歳代の 13.4%、 70歳代以上の 9.3%、 30歳代の 2.1%、 20歳代以下の 0.2% という結果でした。つまり60歳代以上で 51.2%、 50歳代以上で 84.3% にもなります。40歳代以下は 15.7% しかいないという結果でした。続いて、ユーザーの仕事は何かという質問の答えは、会社員が 40.7% でトップ、それに無職の 20.5%、 自営業12.3%、 会社役員 10.6%、 公務員 9.6% と続きます。定年後の人が2割ほどいるのは、ユーザーの年齢が高いことを考えれば当然のことですね。それ以上に会社員が多いのは、キャンピングカーが今では特別な車ではないことを意味しているのではないでしょうか。続いて、購入の目的は何かという質問の答えは、旅行が 90.2% でトップです。続いてキャンプの 51.7%、 ペット 38.7%、 アウトドアスポーツや釣り、カメラなどの趣味が 37.9%、 防災、災害対策 25.3% が続きます。旅行やキャンプにキャンピングカーを使うのは当然として、ペットや趣味、防災、災害の利用目的が意外に多いのが最近の特徴のようですね。続いて、キャンピングカーの購入価格で最も多かったのが400から500万円台で 26.3%、 続いて600万円から700万円台が 21.5%、 800万から900万円台が 19.2%、 さらに200万から300万円台が 15.7%、 1000万から1500万円台が 13.4% と続きます。つまりボリュームゾーンは400から700万円台で、そこだけで全体の 47.8% と半数近くを占めているようです。この調査では購入者の世帯収入も記載されていました。すると意外なことがわかります。世帯収入の少ない順に並べると、400万円未満が 18.8%、 400から500万円台が 16.2%、 600から700万円台が 20.3%、 800万から900万円台が 18.2%、1000万円台が 22.6%、 2000万円台が 2.4%、 3000万円台 1.4% となります。
一番多いのが1000万円台の 22.6% なのですが、それ以外も全てのゾーンで16から 20% となっています。つまり購入者の年収はそれほど大きな差がないようです。ではそんなキャンピングカーユーザーはどのように旅をしているのでしょうか。年間での利用回数を見てみると、一番に多かったのが6から10回の 24.6%、 続いて11から20回の 22.2%、 そして日々の生活に利用しているが 21.9%、 21回以上が 15.5%、 最も少ないのが1から5回の 15.8% でした。つまり約 85% の人が年間6回以上旅に出ており、約6割が11回以上となります。わざわざキャンピングカーを購入するのですから、ユーザーの旅に出る頻度は多いようですね。続いて1回あたりの旅の予算ですが、1から5万円未満が 67.7% のトップ、続いて5から10万円未満が 18.9%、 10万円以上が 6.8%、 1万円未満が 6.8% という答えのようです。キャンピングカーの魅力は何でしょうか。今回の白書にある調査では、キャンピングカーを購入してライフスタイルが変わった点というものがありました。そこで一番に多かった答えが、時間を気にせず旅行できるようになったが 84.5%、 続いて今まで行けなかった場所を目的地にできるようになった 58.1%、 コストを抑えた経済的旅行が可能になった 54.8% と続きます。時間を気にせずこれまで行けなかった場所にコストを抑えて旅行できるというわけです。ちなみに食事はどうしているのでしょうか。キャンピングカーには料理のできるキッチンを備える車もあります。ところが旅行中の食事形態を尋ねてみれば、外食が 70% で1位、続いてお弁当などのテイクアウトが 58.6%、 3位に車内で自炊調理 45.1%、 4位に車外で自炊調理38.4% という結果に。意外と自炊が少ないことに驚きました。そんな旅先の外食で重視されるのは、地域の料理食材が使用されている 76.0%、 地元の人に人気のあるお店 48.5% がトップの2つの答えでした。キャンピングカーでの旅行でもやはり外食時は旅ならではの料理が求められているようです。日本 RV 協会のキャンピングカー白書2022を見て感じるのは、すでにキャンピングカーはお金持ちのための特殊なものではないということ。旅をする人も自炊ではなく普通のドライブ旅行と同じく旅先の料理を楽しみにしているということです。そうしたカジュアルな利用が増えることもキャンピングカーの普及の理由であり、今後ますますユーザーが増えてくると感じました。私たちもこれからどんどん旅をしていく予定ですので、旅先で多くのユーザーさんと楽しい交流ができたらいいなと思っています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。